遭難者からの発煙筒を確認し、これから救助のためのホバリングに移行します。本日の機長は一等空尉小野寺明弘。
終了した UH60J は離脱していきます。航空事故や災害などに対応するため、日夜待機につき出動に備えています。そしてその能力を高めるため、日夜訓練に励んでおります。本日はその一部をご覧いただきました。以上で百里救難隊による展示飛行を終了します。ありがとうございました。時川町5秒からお越しの星伊能様。